待たせいたしました。1の5番でお待ちのお客様、カウンターまでお越しくださいませ。今からね、展望台行ってみよう。久しぶりに来た駿河湾沼津サービスエリア。金がありますね、金が。思ったより音がでかいんやけど。さあ現在ね、静岡県の駿河湾沼津まで来ております。風があるな。ね、久しぶりに来た。 2,3 年ぶりに来ましたね、駿河湾沼津。
いいところ、綺麗な景色。さあね、ここで30分休憩取って、それからね、また走りたいと思います。今日はまだまだ走る。はい、皆さんお疲れ様です。もこです。さあ今日もね、しっかり車中飯、トラック飯作っていきたいと思います。ねえ、もう最近すげえ暑いのよ。8月入ってすげえ暑いからさ、しっかりご飯食べていく。今回はね、僕の上の娘が買ってきてくれましたお土産です。僕の上の子、中学校でね、サッカー習っとるんやけど、静岡県遠征があったんですよ。山口県から静岡県やからすごい遠いんやけど、その遠征の合間で買ってきてくれましたお土産で、今日は晩ご飯食べたいと思います。名古屋の味、味噌煮込みうどんですこれをね、遠征のお土産で買ってきてくれまして、これが今日の晩ご飯です。ねえ、ありがたいよな。忙しい忙しい遠征の中でお土産を買ってきてくれた。一瞬でもね、パパのことを考えてくれた。それだけですげえ嬉しいんやけど、しっかりね、お土産も買ってきてくれまして、ありがたいよな、ありがたい。4食入り、これをしっかりね、食べていきたいと思います。オープン。箱の中に袋麺がね、4個入っておりまして、これ使いやすいなね、一食一食分かれてますんで、すごい使いやすい。これがね、今日の晩御飯です。作っていこう。まずはお湯を沸騰させる。とりあえずお湯を沸騰させます。スイッチオン。さあ、まずはね、お湯が沸騰するのを待っておきたいと思います。さあ、沸騰したかな。はい、お、ええ感じ。名古屋の味、味噌煮込みうどん投入します。はい。お、プレートに入っとる。はい。さあ、とりあえずね、4分間煮込んで、液体スープ、そして出汁の素を入れて2分間さらに煮込む味噌煮込みうどん、楽しみおお、いい感じ。とりあえず卵投入、あとはスープ。そして出汁味の粉末、これをね、しっかり混ぜ食ってあげる。あー、美味しそう。で、混ぜ食ってあげたらもう2分から3分ね、煮込んであげる。さあ、とりあえずね、もう 2,3 分待っておきたいと思います。おー、ええ感じやな。ぼちぼちええ感じ。さあ、ここにもちろんネギを投入する。はい、はい、ということで完成でございます。名古屋味噌煮込みうどん完成です。いただきマンモス。チョレイ。うまい。しっかり味噌も効いとる。うまい。結構ね、味が薄いかな思ったんやけど、しっかり味噌の味がする。結構ね、濃い味噌煮込みうどん、美味しい。これうまいな。うまい。あ、これ味噌煮込みうどんうまい。卵もね、しっかりちょっと溶かしてあげて。あ、ええ感じ。半熟でええ感じ。卵、卵を絡めてあげて、いただく。まずね、味噌煮込みうどんと卵が合うのよ。美味しいうまい。明日からね、また暑いからさ、しっかり食べるよ。今日はね、この味噌煮込みうどんを食べながらのんびりしたいと思います。そんな感じで、また明日です。またね。